はい。森友事件なんですけども、ちょっと画面が変わりましてね、この麻生財務大臣が映ってるとこですけども、ちょっとね、これ悪党にも程があるんじゃないかなと思うわけなんですよ。まあ悪党じゃないとしたら、ちょっとね、配慮に事を書いているとい、とうとでも言いますか、35万人ものですね、要求があったのに、それをね、こう、簡単に跳ねのけると言いますか、調査されてまずいことがないんだったら、調査、 されてくださいって形ですよね。これはもう本当にね、検察も抱き込まれてるのかもしれませんよね。うん、何なんでしょうね。あの、この赤木さんのことっていうのは、うん、これからの日本の大きなね、遺恨になると思うんですよ。政権に忖度して手が出せない。で、政権もそれを見越して悪事の数々をすると。うん、で、結局このね、えー 平成という時代が過ぎて令和になりましたけども国民がただ貧しくなっただけというね。うん、で、えー、アラム自己責任論が押し付けられでも実際はあの国を守る国民の生命を守る財産を守るのはこの国の役目なんですよね。国がするべき要するに与党の役目なんですよ。で国民に不満があるっていうことはあ与党がちょっと頑張ってないというかね。 政治をしてない、仕事をしてないということなのかなと思いますし、まあおそらくね、麻生財務大臣から見える景色ってのは平和で豊かなんでしょうね。うん、周りにはそういう人しかいませんからね。ただ私たちから見る姿っていうのは、今日麻生を生きるのに必死にあえいでいる、その姿、その国民一人一人が真実なんですよね。うん、まあこれはずっと分かってもらえないのかもしれないですよね。まあ所詮、まあお坊ちゃまといいますかあ、温室育ちで、 いらっしゃった方には、地平道を吐いている国民の暮らしなど、うん、ポエムに過ぎないのかもしれないですね。ということでね、えー、立場変われば思うこと変わるということで、私たちの声は一体誰に届くんでしょうかそして届く日が来るんでしょうか寂しい限りでございます。えー、以上です。